黒斧の何があった賊どもが巫女様を今は幾年だ何を犯しな教えてくれ龍泉詣で3年前かどういうことだ武士どもは古い記憶と何も覚えてはおらぬこれは過去ということか そこの主、主、お主、恋の鱗をしらきらきら光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取る。 主よ、我は恋になり、長い時を育ちと共にある老いぼれぬ恋にの良き心がけ、また鱗も。 Thank you.
兄貴、次はこの王道ですかい。いや、そこはいい。次に行く剣道。お前ものでもあれば、重曹様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。 旦那は見たとこ忍びですかね。まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけ、予想をあさってくださ。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに、あっしならそう思いやすね。
こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投稿しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。 傷に触ります。いや、賊どもの中にあれは手だれよ。ああ、無理です。この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。 いや、もし、お主賊を手引いたのではあるまい。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いねえ。裏切り、誰ですか。賊ではない。あなたは若様の、あ、よかった。 忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、若様の脱出もかなわ、お願いです忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうか。承知。 今頃火の海を、ああ、抜け出してくるとしたらこの隠し洞穴にちげえねえ。十蔵様の言いつけだ。ねず、分かってるぞ。俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す卑怯者。<笑> you
Thank you.
神殿。死体はまだはあなた変。わかった。では。お前さん、面白いものを手に入れたな。それは、からくり図、忍び義春の真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義春の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何？カラクリ筒と共に使う鉄のクズ、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙で、どう？それが書いてある。要は、忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく。義手の忍び技など、もはや無用と思ってよ。わからんものよな。わしが掘る仏は、業深いものは、そう、お前さんも、それ。牙のせいぜい乗りかかった船、仕込むことだけは、
ぬし、はぐれ忍びの捨てたわしはワクスの巣共に参る。うおーやれワクスは大神元帥国取り戦の足田衆が一人よ。わしは恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが伊之助が向かったゆえ無事はぐれ忍びよ。念のためじゃ。お主も若様をお救いに行って。恐ろしい。若様がはぐれ忍びよ。先へ行くのは
恐ろしき現実よ。種ならしがなければこれをわずかだがそなたに託そう。種ならしがなければあの現実は破れぬぞ。森役の務めと勇んでみたがこの様よ、平田は姉妹じゃ。母だけでも逃がさねば。Thank you.
私のため、そなたは戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼、我が血と共に生きてくれ。さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そう、司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは己のうちに留めておくもんじゃ。武士殿は、そこの仏で何？お前さん、人の、どうなのだ。炎じゃ。炎、何を備えようとも、それしか見え。一面の、足名を焼き尽くすような。それは、この話は、しまいじゃ。酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。じゃが、傷がうずくのよ。その左腕か。この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が、切って下、飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。修羅。信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな、修羅の影にな。わしが掘る方向を、お前それで。作り筒が仕込まれ、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさら使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。狼殿、死体はまだわかります。あれ、わでは